ごめん、あと1台高速道路に逃がしちゃった。何やってるんですか。警察にバレてますし、このままだと逃げられますよ。大丈夫、バレないよう線路からうまいこと高速乗るよ。それ、電車来たらダメじゃない。うん、駅に止まってるやん。そりゃそうなりますよ。仕方ないですね。音町、あかり先輩に突っ込むぞ。いや、それちょっとやって。うるせえ、つべこべ言わず突っ込めばいいのに。待て待て、それは私が死んじゃう。あ、これで高速に乗れますよね。あとは頼みません。東北後で覚えとけよ。確かに乗れそう。東北家の裏仕事。キリちゃん、お待たせ。おう、かわいい車ですね。どこで盗んできたんですか。ちゃんと買ってきたやつです。冗談ですよ。けどこれ、危ない仕事には使えなさそうですね。今回の仕事は行き帰りしか車使わないでしょ。そうですね。今回は、カーディーラーのシミオンさんから、倉庫に行って車を破壊しろってお願いですからね。ライバル店の車消してこいって、なかなかひどい話だよね。受けるか迷いましたけど、ひいきにしているお店なので、仕方ないです。あ、キリちゃん、どうしましたか。車買ったせいで、爆発物買うお金ないや。お金の管理くらい自分でしてくださいよ。どうせ車以外にも買ったんでしょ。デレステの課金と車の塗装と、ご飯いっぱい食べた。軍資金もそれに使ったのか。それ以上悪化すると、私が金銭管理しますよ。じゃあお願いします。ほんとダメな人だな。話してる間に倉庫に着いたね。さあお仕事やるぞ。結構な数ありますね。私は左側の車を破壊するので、右側お願いします。このガソリン使えばいい感じかな？そうですね。私はもっと簡単な方法で爆破しますが。こういう壊し方って憧れててね。裏組織っぽいと思わない？うるせえ、憧れてる暇あったらちゃっちゃと燃やせ。そう言われても、これ巻くのに結構時間かかるもん。とりあえず周りにかけたから、一回燃やしてみよう。あれ？一台しか燃えてない。何してるんですか？車周りにしっかりかけないと、燃えませんよ。あかりちゃんドジっ子だから許して。自分で言うタイプって鬱陶しいんですよね。でも、大切な友達の私なら？その言い方が鬱陶しい。てか前私が言ったことを雑に使うな。あはは、バレたか。よし、これが爆発したら、こっちは終わりかな。待つのめんどくさいんでキリタン砲発射します。簡単な爆発方法って、まさか。本当はロケットランチャーですけどね。持ってるなら貸してくれてもよかったのに。苦労してる先輩見るの楽しくて。ド S すぎませんか。まあまあ、地下はグレポン貸すので、さっさと終わらせましょう。それアメとムチってやつじゃん。ムチだけ欲しいんですか。とんだ技ですね。純度 100% のアメがいい。にしても地下すごいね。強そうな装甲車がいっぱいある。壊すより持って帰りたいんですけど、仕事ですからね。こういう車は東北家で使わないの？あんまり派手だと、怪しさマックスじゃないですか。これで全部ですね。ちゃっちゃと撤退しますよ。今回の仕事すごい楽だったね。いつもこうだといいのに、余計なフラグ立てないでくださいよ。シミオンだ。どうやら同業者が気づいたらしい。出待ちに気をつけろ。ほら、いや、なんかごめん。大丈夫です。さっさと倒して帰りましょう。そこまで多いわけじゃないけど、遮蔽物が少ないね。油断しなかったら大丈夫です。じゃあ LMG 適当に乱射しとくね。それを油断って言うんですよ。これぐらい倒せばもう来ないでしょう。先輩、撤退しますよ。あいよ、そんな危険な相手ではなかったね。そりゃ、銀行強盗に比べたら楽ですよ。てか、この後の仕事の方が厄介なんですよね。流通現場の妨害だっけ？ですね。まず街で行われてる取引を止めて、そこから場所を突き止めないとダメなんですよ。あの暗殺親父、難しい仕事しかよこさねえ。それだけ信頼されてるってことだよ。私がキリちゃんを信頼してるみたいにね。はいはい。じゃあ次の現場向かいますよ。ここが取引現場か、いかにもって感じだね。先輩、あんまり大きい声出すとバレますよ。もう気づかれちゃった。地獄耳かあいつは。まあバレたなら逃げる前に、全員倒すだけですね。全員殺したら次の場所わからなくなるよ。あいつらの車にデータ入ってるらしいので、殺しても問題ないです。なら容赦なくマシンガンをぶっ放すよ。最近よく使ってますね。お気に入りですか？当たらなくても相手がよろけるから、カバー武器としても強いの。確かに助かりますけど、本当は乱射したいだけじゃないですよね。なんか言ってください。キリちゃん好き。それは知ってます。話題をそらして逃げようとするな。乱射するって楽しいんだよね。ステルスミッションの時は使わないでくださいよ。キリちゃん、ナビにアジトっぽい場所が示されてるよ。予想的中ですね。この車で乗り込みますか。信じて送り出した同僚が、美少女に生まれ変わってわっ。あ、もうバレてるんだけど。これは予想外ですね。急いで次に向かいますよ。急ぎたいけど、この車パンクしてるんだよね。今そんなに撃たれて。
まさか。マシンガン乱射した時にタイヤ打ってた。えへへ。次同じことやったらマシンガン没収しますからね。それは死につながる宣告だが。トリガーハッピー依存症じゃないですか。冗談だって、どちらかといえばキリちゃん依存症だし。ニコニコしながら狂気を打ち明けるな。てか小学生に依存するとかダメ人間ですか？キリちゃんの前だとダメ人間でもいいと思っちゃう。いい病院紹介しましょうか。この辺でいいかな？ちょっと遠くないですか？運動は大切だからね。ちょっとくらい歩いても問題ない。それは建前で、近道しようとしたら、パイプに邪魔されてだるくなったんですね。こんなところにパイプ置くやつおるか？まともな人間は道路から外れないので。ほんま切れた。あいつらに八つ当たりしてやる。いや、何花火飛ばしているんですか？最近綺麗な景色見れてないから。それはそうですね。だから私と観覧車に乗らない？うん、別にいいですけど。先輩高いところ苦手そうなんで、ガタガタ震えないか心配です。高いところが苦手じゃなくて、激しく揺れるのが苦手なの。観覧車も頂点だと結構揺れそう。ダメじゃないですか。景色は諦めて仕事しますよ。ここは何したらいい感じ？目の前に PC ありますよね。それをハッキングして、仕入れ先を確認してほしいんです。なんであんなところにノーパスを置きっぱなしにしてるんだろう。入庫処理でもしてたんですかね。でも、やるなら中でしないと。裏商人はバレると消されちゃうんですよ。あら、悪い顔してるしてる。じゃあハッキング頼みますね。周辺の敵は全員倒しておきます。鍵かかってない方を選べばいいのかな？逆ですね。先に鍵を壊してください。これは同じ数字を選択するだけだね。余裕余裕。早いですね。その調子で次もお願いします。これは、赤色の部分を合わせるだけか。こんなんでパソコンハッキングできるもんなの？東北家最強システムですからね。USB 一つで楽々乗っ取りです。誰が作ってんだそれ。タコ姉様が作ってます。まさか、歴代のハッカーを高齢させて。いや、自力でハッキング技術学んでました。ハッキング技術。2回とも噛むのは、可愛すぎると思うよ。にょって何ですか？噛んだ人から勝った瞬間噛むってどんな気持ちでしか？この言い合い無意味だね。お互い噛むって仲良しですね。えへへ。あ、仕入れ先分かったよ。ロスサントス空港の格納庫で購入してるんですね。なるほど。仕入れ時間は明日の朝だね。このまま向かう？そうですね。早めに向かって待ち伏せしますか。キリちゃん、見て見て。何ですか？ずんだ餅は、もう食べれない。は、今の夢か。なんかすごい夢見てたんだね。それより、見てよ、この景色。すごい。めっちゃ綺麗じゃないですか。キリちゃん寝ちゃったから、ちょっと遠回りで走ってたら見つけちゃった。これなら揺れないし、景色もいいでしょ？ですね。先輩、ありがとうございます。もともとは私が綺麗な景色見たいって言ったからね。残りのお仕事も頑張ろ。はい、頑張りましょう。やばいやばい、仮眠してたらもう仕入れの時間じゃん。先輩予定の1時間前に起こすからって言ってたのに、バカ。寝顔可愛いなって見てたら、私も眠くなって。人の顔はじろじろ見ちゃダメなんです。キリちゃんまだ寝ぼけてるでしょ。寝ぼけてないです。早く起きないとチューしちゃうよ。やめろマジでやめろ。目覚めた？おかげさまで。そうだ、仕入れ業者に逃げられても困るんで、飛行機も爆破しときましょう。仕入れ業者もやっちゃうの？この街で違法行為したらどうなるか教えるためです。徹底してるね。右奥に見える飛行機かな？それです。ヘリもあるんですが、それは奪って攻撃しましょう。私は取引されている白い粉を回収しますので、ヘリの操作お願いしますね。白い粉って、まさか。はい、白玉粉です。違法薬物じゃないのか。それは私たちに関係ないので。それならあんな場所で取引しなくてよくない？奴ら関税をかけずに安く買い占めてますから。バレるとまずいんです。安売り戦争って大変なんだね。正当に売ってる私たちにとっては致命的ですからね。襲撃と暗殺してる人たちが正当って何なんだろう。そこは、可愛さで許してください。許されないでしょ。じゃあ、ヘリ奪ってくるね。そういえば、先輩ヘリは乗れるんですね。自分で運転する分には問題ないよ。もし、私がめちゃくちゃな運転したら、想像しただけで泣きそう。しないから安心してください。そうだ、ミサイル私に撃たないでくださいね。これ、ホーミング式だから、乗り物の近くにいなかったら大丈夫だよ。だからって乱射するのはこっちが怖いんで。キリちゃんも怖いと思うんだね。誰でもミサイル飛んできたら怖いですよ。サイコパスですか？あはは、乗り物ほとんど破壊したから合流するね。了解です。私も白玉子回収しました。オッケー。じゃあこれでお仕事終了かな？残党を倒せば終わりですね。あとは私とズン姉様で届けるんで、今日は帰って大丈夫ですよ。了解。じゃあ残党くん、君たちには死んでもらおう。脱出用のヘリも破壊してどうするんですか？